はい、POG2023 から24G1 サラブレッドクラブ関東馬前頭チェックパート2ってことでね、やっていきたいと思います。秘密結社フェガメ総帥発注でございます。まあ、一応ね、一口話でもね、まあ、売れ残りの口もまだあるっちゃあるクラブなんで、まあその辺もね含めてって話にはなってくるんだけれども、まあ、とはいえね、もう人気馬は全部売り切れみたいな状況なので、まあね、POG2023 から24に向けての検討というのを中心に見てというような感じでね、話はしていきたいと思っております。というわけで、まあ早速いきましょう。まずはね、募集番号9番スペルバインドの21、牝馬父モーリス母の父ゴールドアリュール、募集価格1600万円で美穂の池上正和厩舎、出産時の母の年齢16歳、母出産時の祖母の年齢が12歳、おじにですね、京都記念を勝って、皐月賞と香港バーズで2着のシックスセンス。まあ、お母さんのね、お兄さん、シックスセンスは活躍を見せて馬だったんだけど、まあ、シックスセンスもね、主馬としては再生しなかったよね、というところで考えると、やっぱね、この品系、勢いが微妙だなと。まあ、ね、あの、お兄さん、お姉さん、8頭、16歳児産区で、8頭の兄、姉、合計 JRA 1勝っていうのはね、まあなかなかこれを POG で狙おうと、動きがいいんですよとかって言われてもね、まあ信頼できないという感じになってきてしまうんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そして10番アフィラートの21、ボバ父ブリックス&モルタル母の父ディープインパクト、募集価格5000万円で美穂の堀厩舎、出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が10歳、お母さんは中山牝馬ステークス3着、祖母のレディー・オブ・ベニスは、重賞3勝、G1 2着1回、3着2回、アメリカの、ね、活躍馬だったかな。まあ、で、おじのアクションスター、お母さんのお兄さんに、京成杯2着ということでね、まあ、期待の新種母馬だし、まあ、品系もね、まあ重賞、日本で国内で重賞勝ち切ってるかっていうと、そうじゃないけれども、まあ、それなりに優秀な品系。まあ、厩舎がね、堀厩舎ってところで、最近結果出してないんだよねっていう厩舎が巻き返してくるパターンって結構あるんだよね。まあ、池江先生もね、ここ1、2年どうかなって思ったらね、また巻き返してきてるし、まあ、根がしっかりしている、しっかり技術力にね、定評のある調教師さんっていうのは、まあ、仮にね、1回ちょっとこう、番頭さんが調教師試験受かっちゃったとか、いろいろあって、まあ、崩れることがあったとしても、そこからしっかり巻き返してくる、体勢を立て直してくるっていうふうに考えると、まあ、堀先生のところもまあまあ、あの、侮れないぞというようなね、あの、厩舎だと思います。まあ、そして11番3番さんの21、牝馬父大和メジャー母の父黒船、募集価格1800万円で、美穂の伊藤博史厩舎、出産時の母の年齢14歳、母出産時の祖母の年齢が8歳。ただね、これ近親に活躍馬がいないというか、まあ、4代目まで遡ってもね、あの、そういった活躍というのが出てこないんですよね。まあ、そうなってくるとね、品系の勢いも欠けているかなというようなところでね、まあ、今回紹介する8頭の中では唯一残屈がある馬なんでね、まあ、大和メジャーの牝馬で、まあ、この配合的にもね、コンスタントな活躍は期待できるから、まあ、出資してみる分にはね、悪くはないのかもしれない。 G1 サラブレッドクラブさん入ろうかなって思ってる人が、まあ、今じゃあとりあえず一口買っておいて来年から本気出すみたいな感じで買うのは悪くない選択かなと思いつつもですね、まあ、POG 的な魅力が出てくる可能性っていうのは低いなというふうに感じています。まあ、そして12番ハニージェイドの21、牝馬父大和メジャー母の父ハーランズホリデー、募集価格2400万円で美穂の斉藤誠厩舎、出産時の母の年齢7歳、母出産時の祖母の年齢が5歳、祖母の兄アルバート・ザ・グレートはアメリカの G1 馬ですが、祖母がですね、曽祖母の20歳児の産区、そこから活躍馬が出ていないというあたり、まあ、品系としての勢いというのはそこで途絶えてしまった勢いを欠いているかなというふうに感じております。まあ、そして13番ミスエリカの21、牝馬父北さんブラック母の父ブレイム、募集価格2000万円で美穂の加藤静也厩舎、出産時の母の年齢9歳、母出産時の祖母の年齢が8歳、お家のソルダットは重賞2勝の活躍馬ですが、まあ、北さんブラックもね、重賞勝ち馬出してはいるんだけれども、まあ、神戸新聞杯もね、上り馬の北さんブラック3区が制したように、
まあなんていうかね、やっぱり一秋超えて出てくるステイヤー血統なのかなっていう気はしてしまうところですよね。まあとなってくると POG 向きかっていうと疑問ですしね、まあ一口でどうかっていうともう売り切れてますしね。まあ厩舎も若手だし、まあ POG 的な期待はしづらいかなというふうには思ってしまいます。まあそして14番、ビュートフルシティの21、ボバ、父ハービンジャー、母の父ウォーエンブレム、募集価格2000万円で美保の西田厩舎。出産時の母の年齢が16歳、母出産時の祖母の年齢が6歳、曽祖母のニュースバリューは札幌スプリンターステークスの2着馬、札幌スプリントステークスの2着馬。まあその妹にね、ベガがね、行ってね、まあ名牝系というふうに言われてはいるんだけれども、まあそこからね、まあ、ニュースバリューからの分子っていうのはなかなか活躍馬が出ていないと。まあ厩舎もね、美保の西田厩舎っていうとね、まだ開業間もなくて実績もまだこれからというところですから、POG 的な狙い目っていうのは薄いのかなという気がしてしまいます。まあ、そして15番、コーディエライトの21、ボバ、父ルーラーシップ、母の父ダイワメジャー、募集価格3600万円で美保の萩原厩舎。出産時の母の年齢6歳、母出産時の祖母の年齢が15歳、お母さんは重賞2着2回、おじのサフィロスは KO 杯2歳ステークスの2着馬で、祖母の兄にサウスビグラスというようなね、まあ、名種牡馬がいる血統牝系ですね。まあ、サウスビグラスがいる牝系の、牝馬として一番活躍馬を出している繁殖牝馬が、祖母。まあ、そしてね、お母さん自身もその活躍馬の1頭、重賞、2歳重賞2着2回と考えると、もうね、牝系としては非常に興味深いというかね、勢いのあるところだと言えると思います。まあそれでいてね、もう父ルーラーシップとかね、そのあたり、まあ芝かなとかね、もうちょっとね、お兄さんたちより、お母さんや、おじさんより、晩成でね、3歳児にも活躍できればいいなという点で、まあ注目度は高い血統かなというふうに見えます。まあ、そして16番、アニマトゥールの21、ボバ、父ルーラーシップ、母の父ホワイトマズル、募集価格1800万円で美保の奥村厩舎。出産時の母の年齢11歳、母出産時の祖母の年齢が5歳。これだとね、ニュースバリューが今度は4代母ってことでね、まあ、一応4親等に活躍馬いるかっていうと、ニュースバリューが札幌スプリントステークスの2着馬だからね、いるってことになるんだけれども、まあ、そこから活躍馬が出てない牝系っていうのをどこまで信頼を受けるかってことになってくるとね、まあ、奥村武厩舎もね、池添学、武井良、あの辺りと同期で調教師試験合格して、そこから結果が出てるかっていうとね、まあそこそこって感じのところだから。まあ、まだね、信頼しづらいところというふうな感じで、まあ、POG 的には、魅力ある馬って言うとね、15番コーディエライトとかその辺になってくるかなみたいな感覚ですね。まあ、というわけでね、今回もハットチェックをしてみました。まあ、またね、やっていきたいと思います。以上、ハッチーでした。